な飛び込める。俺はちょっと高いとこ無理。いや俺はマジで無理だって。待って、寒気がする。危ないやろ。はい、オッケー。うわー、なんか楽しさ、あくんこぼらでもキッシン。はい、上に行くや。はい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 。なんでこんなテンションが上がってるかというと、どこにいるの？飛び込み台や。そういうこと。エントランス。エントランス？モルクのおごりです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。一人20ペソです。これですね。グッホーロック。レッツゲレーン。お気をつけてね。ここで毎年人亡くなってるからぶつけて。どんな人や。みんな飛び込める。俺はちょっと高いとこ無理。いや俺はマジで無理だって。マジで俺今日、うん、水着持ってきてませんから。俺も水着持ってきてない。でもモル君は持ってきたけど無理。無理。あ、番犬だ。番犬のジョン・ギブソンです。めっちゃ綺麗。わ、めっちゃ人おるやん。めっちゃ人いる。わ、俺私服やから飛ばんよ今日。いや、私服じゃなくても飛ばんよ絶対。ビビリアーケン、こいつビビリやんもん。ビビリ、マジでリだよそれ。あ、でもなんかあの低い方と高い方があるらしくて、うん、低い方が何メートルって 5メートル、 8?5?8? 何メートル。まあ3、まあいいや。で、高い方が15メートルぜ。そうそうそう、無理じゃね。ちょっと覗くだけさ、覗いてみに、その高い方。まあね、マジで一回下見じゃないけど。こっちがね、低い方ね。これだから低い方。これだと誰でも飛べそうじゃね。だってほら見て、飛んでるもん誰でも、はい、こっちに関して誰もおらんからさ。飛ぼうと思っちゃうね。マジで。え、そんな高いかな。でもし飛ぶならこっち絶対。いや、それはね、いや、こうやったら多分いけるじゃん俺。ちょっと見てみる。じゃあ一回どんなもんなのか。怖え。怖いよ。ここに立った時点でも怖いもん俺。これうわ、すげえ。結構高いね。これ高いって。高いってこれ。ちょっと待って。ちょっと待って。高い。もうここに立ってる時点で高いもん。どうなってる。なんかタイタニックとかしてるな。いや、無理やろ。もう俺めっちゃ高いもん。ちょっと待って。怖っ。すっげー。怖っ。もうなんか。やばい。寒気がする。これ。うわ。なんだろう。こう。プルプルプルスやん。なんプルプルス。やめよう。マジで危険。俺仲間信じられなくなるから。そんな話したら。マジで危険やから。ちょっと一回さ、の覗くだけ覗いてみる。マジで。立ってみてじゃあ。一番背。あそこに俺だけで。どうや、ちょっと。見て。いや俺こっち怖いもん。これ見て。めっちゃ高いね。やば。めっちゃ高いねほんまに。あ。おい。どういう設定？フィリピン人がビビるほどヤバいところなの、ここは。じゃあ、モル君行きましょうか。いや、無理。帰ってきたで、ヤス。どういう設定やったん、今の。飛べんって言ったやん。勢いで行っちゃった。勢いで？勢いで行きすぎやろ。無意識？見せたかってん。リーダーってとこ。舐めてるやろ。舐めとった。舐めとったわ。正直、舐めとった。やろ？ガチ舐めやった。今の見てどう？あ、ちょっと惚れ直したかな。惚れ直した。リーダーっぽいもん、今。でもサングラスは？そうですね、サングラスを飛び込んだ衝撃で海の中でなくしてもらって。マジで？マジ？最悪。そっから見えんやろ。多分見えんと思う。だからシュノーケルとか借りてほらやらんと多分マジで分からへんね。一回サインと。おいえ、だけどどういう設定って。だけどさ、飛び込みすぎって。やばい。あのサングラス探しに行ったのに次指がなくなってもた。衝撃で。マジ最悪。ちょっとあれ大事やねん。いやもうええわお前。Do you know One Punch Man? Why you know? It's popular in Philippines. 多分仲いいよ。
これもこんにちは。I feel you. バカかよ。バカかよ。抱きついて。手に入れて、手に入れて。バカけたね。ティナ持て。わ、レギバッ。わー。わー。ガンダムは。ちょや。Parang totoo lang ah. Bagay sila. Bagay sila. Parang na-intense lang ah. Talaga nakita ko ikaw si Rose. Ah, talaga? Oo. Kiss scene. Nice. So, nagtatanong sa akin kung wala daw kiss scene. Akala ko sa ending may kiss eh. Sa ending may kiss eh. Oo. Sa ending, di ba? Merong kiss? Diba? Bagay sila. Shade of a tree, that's what we're about. Just feel the warm breeze, living young and wild and free.楽しかった本当になんか今まで溜まってたストレスとか全部、吹っ飛んでいった。飛ぶことによって自分がレベルアップしたような感じですよ。なんか新しい自分を発見できた。Where Ricky? Please subscribe. See you next time.